動画をご覧の皆さんどうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。勇者アキラです。おいっす。今回はね、ミニ四駆の動画になるんですけれども、最近はずっと私のね、このマシンをね、ちょっとこう改造することばっかりしてたんですが、今回は私のマシンではございませんということで、君は用なしだ。さようなら。でね、先日ね、私のね、息子がね、ミニ四駆を買ってほしいって言うんですよ。君、ミニ四駆はもう持ってるじゃないか、かっこいいやつをって言ったんですけど、新しいやつが欲しいって言うもんだから、もう私買ってきたんですよね、こちらね。ヴァンガードソニック。懐かしい。これ、レッツエンド号世代は悶絶するレベルで懐かしいんじゃないですかね。私バリバリにミニ四駆、レッツエンド号から入りましたから、もう思わずね、思い出補正とかもあってね、うわ、懐かしいと思ってついついこれ買っちゃったんですけどね。はい。で、私はね、どっちかというとマグナムだったかな。主人公機っていうと、ソニックかマグナムか的な感じだったんですけど、私の記憶の中で一番こう印象に残ってるのはやっぱりサイクロンマグナムですかね。アニメでもサイクロンマグナムが一番多分登場してる回が多いか。と思うんでね。やっぱりサイクロンマグナムが印象深いかな。で、あと私の推しとしてはやっぱりビークスパイダーね。ビークスパイダー。あれもかっこいいんですけど、ただ私の子供はね、赤いのが好きなんですよ。とにかく赤が好きなんで、赤といえばやっぱりソニックかなということで、こちらのヴァンガードソニックを買ってきたわけですよ。でね、僕子供にね、ほれ買ってきたぞ、ほれって渡したらね、パパこれ、白が入ってるからダメだよって言うんですよ。これ赤だけど白がここいっぱい入ってるから、って。ダメだこれはって言うんですよね。ふざけたことを言う野郎じゃないかと、思ってたんですが、とにかく赤くしてくれって言うんですよね、これを。でも真っ赤っかにしてくれって言うんで、もうしょうがないから塗装しちゃおうかなということで、今回はこちらのヴァンガードソニックをですね、もう私の子供の要望通りにね、真っ赤っかに染め上げてやろうかなと思いますね。はい。でとりあえず一旦これ組みますか、ボディを軽くね。はい。おい。おい、ってことで、組んだらこんな感じでした。懐かしすぎてやばいね、これ。思い出がどんどん溢れ返ってくるね。ならね、ちょっとこいつを、一旦ね、ちょっと表面をこのパーツクリーナーでゴシゴシしまして、んで、こちらで、真っ赤に染めてやろうと思いますよ。その前にね、これスプレー振る前に、密着論振ってからね、塗装していこうと思います。はい。はい、ということで、表面をね、ふきふきして、マスキングもしてきました。このマスキングを見てもらったら分かる通り、もうほとんど真っ赤っかにしてやろうと思います。それではね、ちょっと塗装の方に行こうと思います。ふぅせいせいせいってことで、こんな感じで、塗装してきましたが、本来ならですね、私の予定では、ここにこの元のステッカーを貼ってですね、で、上からもう一回クリア拭いて、完成ということにしようかなと思ってたんですが、私の子供の趣味がね、ありますんでね、一応確認でね、子供にね、ここにこのステッカー貼ってもいいですかって聞いたんですよ。この緑のラインいらんと。緑のラインいらん言われたら、ほとんど貼れないじゃないかと。これだいたい緑入ってるからさ。で、このレッツのロゴも入れちゃダメだって言うんですよね。僕の子供、今まだ4歳なんですけど、非常にこう、なんか、赤に対してこだわりが強いって言いますか、めんどいですねーっていう感じなんですけど、でももうしょうがないね、それはもう。だからここにあるやつ貼れるやつだけ貼ってね、ちょっとクリア吹いていこうかなと、思います。はい、ということで、こんだけしかね、ステッカーを貼ることを許されなかったということで、もう、本当はもうちょっと僕の好みとしてはですね、ガチャガチャしたかったんですけど、しょうがないね、これね、僕の子供にあげるもんだし、僕の子供の趣味がこれなんだから。ということでね、これでちょっとまたクリア吹いてこようと思います。はい、ということでね、私の息子のご要望通り、こういう感じで、真っ赤っかに染め上げてやりましたから。赤いなぁ。で、これ懐かしい人は懐かしいでしょ。これ、レッツ&ゴーのね、ステッカー、私ちょっとメルカリで見つけちゃったんで、これもね、ちょっとおまけで貼っといてやりました。で、赤だしね、ちょうどいいやと思って。こんな感じですね。ほんで、あともうシャーシ作って完成なんですけど、これについてるシャーシは黒なんですよね。
黒だから、まあ、どうせだったらね、まあ、シャーシも若い方がいいなと思って、私ちょっと個人的にね、これほら、これあの、私の、当時の推しマシン、ビークスパイダーなんですけど、こちらのシャーシが赤なんで、ちょっとこちらのビークスパイダーのね、シャーシをね、ちょっと使わせてもらおうかなと思います。起きたかい。やっぱり、イケメソ、オッケー。で、用意したものがこちら、真っ赤かな、赤いなー。赤いでしょ、こちらのシャーシ。まあ、とりあえずあの、ノーマルモータ組んでますけどね。また、もしこれいじることがあれば、ちょっといろいろ変えていこうかなと思ってるんですが、まあ、とりあえずこんな感じでね。で、タイヤも結構雑いんですけど、もうサクッとちょっとこうスプレー吹いて赤くしちゃいました。はい。で、これを、ボディをこちらに、つけたらこんな感じ。もう完全に赤に、完全にね、真っ赤っかにしてやりましたから。よ。はい。はい、こんな感じでーす。はい。もう、全部赤。いいね。はい。で、元のね、ヴァンガードソニックはこうですから。いやー、いいな、ヴァンガードソニック、やっぱり。で、私が、子供の要望通り染め上げたのがこちら。赤いまあ、こんな感じです。はい。まあ、名付けて、X-JAPON。燃える闘魂。紅に染まれ。俺のこの熱き思い。というタイトルにいたします。はい。ということでね、今回は、ヴァンガードソニックを紅に染め上げてみたという動画でございました。最後までご視聴いただいた皆さん、誠にどうもありがとうございました。またね、まあ、ベイプ、そしてミニ四駆、そして車とかいろいろやっていこうと思ってますんで、これからもよろしくお願いしますとともに、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録よろしくということで、また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。